ちょいと飲みすぎちまったか。しかし遅くなっちゃったな。町長に早めに帰るよう言われたばかりなのに。ああ、例の魔獣の話かよ。けっ、こちとらカジノくせに。それで全部吸ってくるんだから、店にはいいお得意様だよな。うるせえ、店に貯金してるだけだっつーの。見てろよ、次はルーレットで大当たりを出して。今、あれ、今の、なんだ、狼。や、寄るな。助けて、エイドン様。あんたら、できれば目を塞いでな。危ないよ。なんだ、今のは。スタングレネードさ。訓練された犬っころにも。あんたら、昼間の話は後で。宿に避難してください。あ、なんだってんだ。意表はつけたが、かなり手ごわそうだぜ。よし、このまま撃退するぞ。よし、私の番ね。スキシフト、行くぜ。そこだ。やあ、任せてく。さてと、スキシフト。さてと、よし、行きます。ドライブ開始。それ、そこだ。さてと、スキシフト。俺の番だな。行きます。よし、みんな一気に行くぞ。ありがとう。私の番だ。行きます。さてと、行くぜ。行くぞ。やってや。行きます。エニグマクド。それ、ありがとう。行きます。それ、任せてくれ。さてさてと、スキシフト。行くぜ。そこだ。はい、エニグマクド。やあ、ありがとう。今だわ。みんな行くわよ。了解。はい、アイサー。行きます。エニグマクド。それ、ザイス、任せろ。一気に行くんだ。
行くぜ。さてと突き上げた。行くぞ。させるか。はい。おっしゃ。行きます。ドライブ開始。それ。ありがとう。任せて。任せてくれ。私の番ね。エヌグマ。クレー。や。はい。ヘイ。行くぞ。エディア。さて。はい。ま、こんなもんかね。まだ余力があんのかよ。問題ない。このまま追いかけるぞ。タム、逃げていった先にマフィアたちがいるはずだ。ええ。なんだ？おい、なんでこんな早く戻ってくるんだ？町の人間を襲うように指示を出していたんだ。どうしたお前ら、早す。そこまでだ。なんだ？お前たちは？クロスベル警察。こんな町に。特務支援課。ファビオたちが下手打ったあの。市街での仕込みを邪魔したとかいうガキどもか。どうやら名前を覚えられちまったみたいだな。ここは光栄に思っておけばいいんでしょ。まあいい。警察の跳ね返りなんぞ、ここで痛めつければ済むことだ。もう、ゲットレディ。で回復させやがって。これでもプロなんでね。ゴーアンダタック。こいつらの喉を食いちぎるつもりで行け。くれ。こちらも手加減無用だ。私の番です。エニグマクド。やあ、ありがとう。任せろ。こいつはどうだ。クリムゾンゲイル。お返しよ。私の番です。それ任せてくれ。おっしゃ。行きます。そこです。お返しよ。ドライブ開始。俺の番だな。それザリス、俺の番だな。行くぞ。はい。行くぞ。
エニグマくだ。それ、ありがとう。任せて。スキャット任せてくれ。エニグマ、はい、駆動。エニグマ駆動。俺の番だな。私の番です。エニグマ、俺の番だな。させるか。行くぜ。おいわ、行くぞ。やっ、行きます。さてと、スキャット行くぜ。任せてくれ。やっ、任せて。そこ、はい、ドライブ開始。それ、ありがとう。はい、ター、さてと、スキャット、任せてくれ。させるか。おっしゃ、そうだ。よし、はあ、行きます。俺の番だな。はい、エニグマくだ。それ、ザルス、いや、任せてくれ。させるか。ええ、私の番です。エニグマくだ。いや、ありがとう。おっしゃ、はい、行きます。任せて。スキャット、任せろ。行くぞ。させるか。さてと、そこです。さてと、よっしゃ。私の番です。エニグマ、任せて。スキャット、それ、俺の番だな。させるか。おっしゃ。はい、ター、行くぞ。エディア、そこだ。これが俺たちの力だ。厳しかったわね。まさかあんな風に犬を操るなんて。警備隊に引き渡す。ま、今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。フフフフフ。待て。行かせるかよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。まだいたの。しまった。10匹か。さすがに数が多すぎるぜ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた例だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺しにしてやるよ。このままじゃピンチですね。
エイドスへの祈りの時間は終わったか？それじゃあ。仲間を連れて剣山ってわけか。お前ら何を怯えてやがる。数じゃこちらも負けてねえだろうが。尻尾を丸めてんじゃねえ。これからだろう。あら、あなたも来ていたのね。さしずめ、彼らの手に余ったら手助けするつもりだったのかしら。風の剣聖ハリオ、代わりを期待されても荷が重いだけだ。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは声を開かなくてもクロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物心というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだが、いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとや、君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。何かいいきっかけをもたらす第三者でもいれば、あるいは（笑）まさかな。それを言われると辛いけどね。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの？それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか。確かにクロスベルの現状には色々と難しい問題があるけれど、それでも自分、それと私たちの代わりに事件を解決してくれて感謝します。副司令。あ、改めて言われるとむずそうでしたから。そうみたいね。しかしそういう意味では愚かなのは人間の方だったわね。まさか軍用犬の実践テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといってなめたことをしてくれたものだわ。はい。でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回は
高いわね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。なグダグダですね。そういやベルを考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。あ、はい、そうでありたいと。おこれからもあなたたちの働きに期待させてもらうわね。さあクロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。さすがに眠いわね。なんやかんやでほぼ貫徹に近いからな。もう限界です。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれからだ。そうね。あ、どうした。まさか俺たちをわざわざ出迎えてくれたのかよ。そんな気色悪いことするかよ。ただまあ事件の顛末はソーニャからの通信で聞いたぜ。初めての市外活動にしちゃそこそこ頑張った方じゃねえか。どうも。それで課長はここで一体何を。朝食後の一服にしては。あんなのがいきなり訪ねてきたらさすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの誰か訪ねてきてるんすか。知らねえがお前らの客じゃねえのか。妙に慣れ慣れしいというかふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく。なっ、えはあ、どうして。やっぱりお前らの知り合いか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるからどうにも手を出しづらくてな。あの、うん、ディオ、彼はなんて言ってるんだ。自分の名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたことご苦労だっただそうです。サイト、お礼を言いに来たな。それはともかく。え、どうしたんだ。嘘な。だがお前たちは若くどうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。なっ、おい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 、心配はいらない。伝説の神道か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長、とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すからな。ちょっと課長、めんどくさく。何よりもこのマフマフした白い毛並は魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人が増えたと思えばいいのかね。はあ、そうだな。とりあえずこのままじゃまずいからどこかで首輪でも買っておくか。
わわ、大変でしたね。ランクアップですね。おめでとうございます。わわ、大変でしたね。さすが皆さん、おめでとうございます。ランクアップしました。てめえら、どの面下げて帰ってきた。てめえらを保釈させるのにどれだけのミラを使ったか。議員どもに反対に、そんなガキどもに遅れを取ってプロとして恥ずかしくねえのか。いえ、この落とし前必ずつけさせてもらいます。聞けばあのガキども中央広場の外れにあるボラビルを拠点にしているみたいで。お許しさえいただければすぐにでも殴り込みを。バカ野郎。それはまあまあ、ガルシア、そう生きり立つものではない。会長、確かに先日連中のせいで共和国方面のルートの一つを失ったばかりだ。まあそう心配せずとも平和への対策はしておるさ。運用権の目処もついたし、これは遅れを取ることもなかろう。それより問題は来月に迫ったオークションだ。ええ、心得ております。いかに奴らが調査すと言えるかほっとけ。達成量ほとも手出しはできん。くれぐれも平ゆえにその資格とやらに邪魔されぬよう万全の体制を敷いておくのだぞ。承知しました。しがないわねと言いたいところだけど、正直驚いてるわ。今まで誰一人私の稽古についてこられる人間はいなかったから。うんうん、よく頑張っているじゃない。イリアさん